2015年4月9日、今回はハーフアップスタイルで他の人と違うやり方、目立つ、かぎ針編みというやり方を利用してヘアアレンジに使っていきたいと思います。まずはじめに、こんな感じで斜めに取ったら、これをこういうふうに回転させて、上からですね。で、輪っかの中からこの毛束をつまみます。そしたら次、下も同じように斜めに取って、この毛束をとここを一緒にします。で、一緒にしたら、ここから通して、これをまた掴む。で、隣また同じように斜めに取って、こう、こういう風にこれを繰り返していきます。はい、で、耳の上、この辺りぐらいまで来たら、最後に毛先を抜いて引っ張る。するとこういう感じになってきます。で、反対側は同じように斜めに取っていき、後ろに回して上から、で、この輪っかの中から毛束をつまみ、次下の段の毛束をここと重ねて引っ張り、またすぐ下の毛束を取る。で、それを繰り返していく感じなんですけど、これを利用すると他の人と違うハーフアップスタイルというのができるので、ちょっと難易度高そうだなと思うかもしれないですけど、実際こうやってやるよりも自分の髪にやってる方が簡単にできてしまうので、ぜひ一度チャレンジしてみてもらって、何回か見てコツがつかんだらできるかなと思うので、ぜひ やってみてほしいかなと思います。はい、こちら側も耳の上で取ったら最後締めておいて、後ろで重ねて留めます。はい、完成がこういう感じです。はい、ぜひぜひチャレンジしてみてください。今回は以上でした。